まだ柔らかいイクラ最高ですね。放置をしていきます。難しくね、考えすぎてる方が多すぎる。ちょっとよく混ぜていきましょう。ほぼほぼ出来上がり。毎度です、アウンの松本です。いつもありがとうございます。はい、いやー、この時期になりましたね。1年間早いっすね。今日はですね、イクラですよ。イクラ今ですね、出始めの時期なんですけど、今がチャンスですよ。今逃さないように。今はですね、育つ前なので皮が柔らかいんですよ。で、今のうちにこのイクラ作りチャレンジするのおすすめです。今日では誰でもできる、本当に作って楽しい、食べて美味しい、今日はですね、もうハマるイクラの作り方を皆さんにお伝えしていきますんで、よろしくお願いします。もう気持ちいいんだから。北海道の鮭です。いい方、それではさばいていきましょう。お腹逆さ包丁で入れていきます。楽しみ。オープン。パッカーン。綺麗でしょう。大好きこの瞬間。まだ柔らかいイクラ、はい、これを取り出していきます。じゃーん、最高ですね。じゃあこれをですね、気持ちよくイクラにしていきましょう。はい、それでは筋子の皮を外していきましょう。まずこのように筋子を開いていきますね。はい、このようにさっと開いていきます。はい、もう一個、はい、これも開いていきます。お塩で麹をしていきます。はい、ひっくり返してこの麹をしていきます。はい、でここでですね、内臓ですから一回滅菌のために熱湯を入れていきましょう。はい、いい感じです。そうしましたら、あとはですね、水を入れながらちょっと手で触れるぐらいの温度にしていきましょう。大体目安はちょっとこう指入れて我慢できるかできないかぐらい。ちょっとあとも簡単です。見てください、この筋が簡単に取れますか。ペロペロっとプッシュしていくだけですね。ほら、ポロポロっと落ちていきます。筋、大きい筋、はい、見てください。こう簡単なんですよ。結構難しくね、考えすぎてる方が多すぎる。本当に簡単なんで、もうどんどんチャレンジしていただきたい。はい、ではこの太い筋が取れましたら、あと細かいですね、ここがこうついてるところがあるんで、この菜箸でね、このままよく混ぜていきましょう。そうしますとこう剥がれていきますので、この中でそれでこう綺麗に、ほとんど綺麗になりますが、この時点でもうほぼほぼ出来上がりですよ。ほぼほぼ出来上がり。で、中に表に浮いてる皮とかこれでどんどん離れていきますので、この作業をですね、そうですね、3回から4回、まあ取りづらかったら5回ぐらい繰り返してみてください。で、次の工程はこれですね、入れるときは水入れながら、あとお塩も、真水ですとね、固くなってしまうことがあるので、しっかりね、塩をかましながらこのように混ぜて、お箸の力を利用して細かい殻ですとかゴミを取っていきましょう。
入ってをこんだけもう綺麗になったらね大丈夫と思います。でもあんまりね細かく攻めるとキリがないので、ある程度あの綺麗、こんぐらい綺麗になりましたらザルに上げていきます。あとこれをですね、あの冷蔵庫で1時間しっかり水を切っていきます。であの水を切ってるうちに、いくらの漬け地を作っていきましょう。はい、これね非常に簡単でございます。まずいきます。お酒が1、みりんが1、お醤油が1。はい、これで一度煮切っていきます。はい、では火をつけて煮切っていきましょう。火がついたら弱火にしていきます。で火が止まったら煮切った漬け地を冷ましていきます。はい、それでは水をしっかり切ったイクラでございます。美しい。はい、ではこれを麺器に入れてグラムを測っていきましょう。はい、約 500g ですね。先ほど作った漬け地ですね、これを 13%、65g の漬け地を入れていきます。このようになじませて一晩つけていきましょう。それでは仕上がりました。一晩つけてピカーン、もう宝石だね、宝石。これどうやって食べようかもう、決まりですよ。ご飯と一緒に食べる初物、これです。炊きたてのご飯を用意しました。オンザライスでしょ、もうこれグーちょっと贅沢にね、皆さんが食べてるつもりになるようにたっぷり入れていただきます。はい、それでは新物いくらご飯の完成です。一周見ても宝石でしょこれ。おう、新物できましたよ。もうめちゃめちゃ簡単でしょ。なんかスーパーにあったら手に取ってチュルチュルってね、もう気持ちよくなれますから、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。あー楽しかったなーこれ。まあ、仕込みも面白いし、何よりうまいよね。それではいただきます。でくださいよ、もうこれこぼれてるこぼれてる。これを一口でいくの幸せだな。美しいですよ。いただきます。うますぎるよこれ。うまっ。もうたまらん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 。無理。乾杯。吸い込みいいわこれ。ご飯でこんだけ飲めるってどうなんすかこれ。うまいわ。もう今この走りの時期なんで、走りの時期はイクラの皮が柔らかいんですよね。なのでもう今がチャンスですよ。もう口の中なんか一瞬とも1ミリもこう皮の感触ないですから、ぜひまあ今食べに行けるか、それからご自身で作るから、ぜひちょっと今のね旬のイクラを楽しんでください。まあ、パックもいいですけど、やっぱり自分で作るのもいいと思いますよ。はい、でも今日も最後までありがとうございました。ではまた皆さんお会いするのを楽しみにしてます。それでは素敵な一日を。ありがとうございました。